お祝いありがとうこれからも一緒に楽しい一年にしようなこんなに盛大な誕生日パーティーを開いてもらえるとは思わなかった <laughs> すっげえ嬉しい 外見だけじゃなく中身も成長できるよこれからも頑張るぞ楽しみにしててくれ特別な衣装なんてテンション上がるよな柔軟してたらジャックが背中を強く押してきたあれは一体おめでとうって意味だったのか 誕生日だからって、いい点が取れるわけじゃないんだよな。今日のテストの点数は過去最高にヤバいかも。朝起きたら枕元に箱が置いてあったんだ。贈り物かと思って開けたらびっくり箱で。絶対エースの仕業だ。名門のナイトレイヴンカレッジで誕生日を迎える。昔の僕には想像もできなかったことだ。 ケーキは僕が人数分に切り分けよう何人数は奇数なのかえっと一体どう切ればいいおいしそうなエッグタルトだろ卵好きな僕のためにクローバー先輩が作ってくれた特製デザートなんだハント先輩が「すり減った靴は怪我に繋がる」ってスニーカーをくれた 古くなってるって知ってたのかお祝いしてくれた先輩たちに、おすあたすとお礼を言うと、なぜかみんな変な顔をするんだ。母さんからオムライスの写真が送られてきた。家にいた時には、誕生日にいつも作ってもらってたんだ。ん口の周りに食べかすがついてる 本当だ。料理に夢中で全然気がつかなかったせっかくのパーティーだからお前も僕やグリムみたいにたくさん食わなきゃ損だぜ